マイケル・ランドン、マイケル・ランドン、マイケル・ランドン、1936年10月31日から1991年7月1日は、アメリカ合衆国を代表する映画監督、俳優、脚本家。テレビドラマの制作者としても評価があり、中でも主演した代表作、大草原の小さな絵シリーズにおいてのチャールズ・インガルス役で、日本でも知られる。 ニューヨークシュクインズク出身。本名友人モーリス・オローイッツ、友人モーリス・オーツ。両親が共に芸能関係者であった。父以来モーリス・オローイッツはユダヤの流れを組む劇場オーナーで、母、ペギー・オニールはステージで活躍したダンサー、モデル、シンガー、舞台女優と多彩な経歴を持っていた。ランドンが4歳の時に、一家は、 ニュージャージー州のコリングズートに引っ越した。そこでランドンは、保守的なユダヤ教のシナゴーグにおいて、バルミツワー、ユダヤ教の成人式を受けている。少年時代のランドンにとっての最大の悩みは、母が自殺未遂を繰り返したことである。家族旅行で海に出かけた時に、母が溺れて、死のうとしたこともあった。その時はランドンが母を救ったのであるが、助かった後の母は、 何事もなかったかのように振る舞ったという。こうした過酷な環境で育てられたランドンだが、両親の意にそぐわず本人は軟弱な少年であった。しかし、高校生になるとスポーツに目覚め、やり投げの競技で選手としていくつもの大会に出場。奨学金を得て、南カリフォルニア大学に進学した。アスリートとして、キャリアを培っていくかに見えたが、 在学中に怪我を患らい競技生活を断念せざるを得なくなり中退。その後は職を転々とする日々が続いたと言われる。そんな中、演劇に活路を見出し、ワーナー演劇学校を経て1956年に映画デビュー。翌年からはテレビにも顔を出し始め、次第に人気を得た。1957年、心霊移植人間に出演。当初は、 B 級作品や低予算で制作されるチープホラーでの出演が続いたが、土臭く、それでいて爽やかなルックスが注目の的となり、最初の当たり役となった西部劇のドラマ、ボナンザシリーズの三男女役で、一役1950年代後半を代表する青春アイドルスターとなった。この作品では、後年、自ら脚本も書き、 演出を担当するエピソードも作られるなど、制作サイドでの役割も担うようになった。これが、後年の活躍の礎となっていく。ランドンの生涯の代表作と呼ぶにふさわしい、人気テレビシリーズ、大草原の小さな家は、1974年にスタート。この作品の成功で印象を決定づけた。私的で温かく頼もしい家父長を象徴する、インガルス家の大黒柱。 チャールズ・ウィンガルス役は世界中の共感を集め放送が終了してもなお高い評価を獲得し続けている。世界中必ずどこかで再放送されている番組とも呼ばれた。この作品は、ランドンは主演を務めるだけでなく、脚本や演出、制作と常に番組の中核にあった。1980年代、エドワーズ役に噴した。 ビクター・フレンチと再びコンビを組み名作として評価が高いハイウェイ・ツー・ヘイブン、現代というドラマで共演。5年間続いたが、この作品はあまりにも大草原の小さな絵のインガルス役のイメージが濃すぎたため、ランドンの代表作とはならず、日本ではあまり知られていない。しかし、大草原マイナスの影で、コンスタントに主演作を意欲的に発表。 1976年には自ら監督、脚本、主演を務めた孤独のマラソンランナーが公開。幼少期におねしょをしたという体験談が盛り込まれ、ランドンと同じ境遇にあった主人公の少年がやがてたくましく成長し、オリンピック選手となるまでが感動的に綴られた名作であった。1983年、異色ラブロマンスアドベンチャー、カムバック。 1984年、サムの息子事件を題材にした社会派作品、サム・ s さん、現代で主演。1990年のヒューマンドラマ、ハトが死ぬ時に、主演、と、ドラマ、映画双方で活動を続けた。1990年代に入り、体調が急速に悪化。検査の結果、水臓が癌に蝕まれていることを告げられ、 1991年にマスコミに正式に公表し、話題となった。自身はあえて抗がん剤に頼らず、自然療法によるがんとの戦いを宣言。同年7月に55歳で死去。プライベートでも大がつくほどの子供好きとして知られ、インガルス薬のイメージそのままを損なうことはなかったという。3度の結婚歴と6人の子供がおり、その中のマイケル・ランドン・ジュニアは、 父と同じ俳優となり、かつて父の出世作となった、ボナンザの続編、ボナンザ・リターンズ、1994年に出演した。大草原マイナスの次女ローラ役に奮し、孔子ともに、ランドンを慕っていたメリッサ・ギルバートは、自身の息子にマイケルと名付けた。また、ランドンは、酒と喫煙とを心から愛するなど、実生活は健康的とは言えなかった。さらに、 大草原マイナスのシーズン7途中にて、制作スタッフの女性との不倫関係が発覚。当時受け持っていた CM もすべて降板。当時の妻まとも離婚しよそへの転居を余儀なくされた、他、メリッサスー・アンダーソンを含めた、数名の出演者が、大草原マイナスシーズン7最終回をもって、こうするといった事態に発展した。また、サウスパークでは槍玉に挙げられたりもされる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。